これは安全法制についてはこれ以上またご存知ですけれども、今特別委員会での審議が行われております。明日金曜日そして月曜日という形で予定が組まれているはずですけれども、これを言いますと審議時間はほぼ100時間、105、6時間になると金曜日に聞いておりますので、午後の審議が疲れたと言われて100時間十分な時間をかけて両方で審議をしていただいたんだと思います。両方というのは与野党という意味です。従いまして、総統の結論を出して、委員として、衆議院としての結論を出さなければならない時期に来ている、はっきりしていると思っています。少なくとも我々は決めきらない政治を見切りをつけられて、多くの支持を得て、我々は昨年の12月に当選した。それは結論をやる。結論を出す。いうんで、アベノミクスはじめ、いろいろ大きな改革にはそれぞれのご意見がありましたけれども、信任を得て、我々は多くの議席を得たというこの確信を持って、間違いなく我々やってきた、はっきりしていると思っていますし、昨年の7月にもう閣議決定出されたこの法案は、去年の12月の時においては、もうあれが出されたことは周知の事実ですから、そういった意味では、我々は、この法案を確実に衆議院としてはきちんとした結論を出す、その出したものを我々はこの法案は成立することによって日本の安全と、そして我々の国民の安心といったものがこの法案が通ることでより確実になるんだということに断固たる自信を持って進んでもらいたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではマスク。